ギルバート・サリバンはアイルランド出身の歌手、シンガーソングライター。本名、レイモンド・エドワード・サリバン。芸名は劇作家ウィリアム・エス・ギルバートと作曲家アーサー・サリバンをもじったもの。代表曲にアローン・アゲインやクレアなどがある。出身はアイルランドだが育ったのはイギリスである。大学在学中にバンド活動を始めた彼は 1960年代中盤に自らが作詞、作曲を手掛けたオリジナル作品のデモテープをあらゆる音楽出版社に売り込む。そして1967年 CBS よりシングルディスアピアでデビューする。2年後の1969年、彼はトム・ジョーンズなどのマネージャーとして知られるゴードン・ミルズの主催するマムレコードと新たに契約。 そして翌1970年、シングル、ナッシング・ライムドをリリース。この曲は、全英シングルチャートで最高位8位を獲得した。またこの曲が収録された、アルバム、キムセルフ、ギルバート・サリバンの肖像は、全英チャートで最高位5位をマーク、86週にわたってランクインするロングセラーとなり、一躍彼はスターダムにのし上がる。1972年には、 シングル、アローン・アゲインが世界的に大ヒット、同年グラミー賞にノミネートされた。とりわけ、アメリカではビルボードで6週連続1位、72年のビルボード年間シングルチャートでは1位を記録するほどの大成功を収めた。同時期に発売されたアルバム、バック・トゥ・フロントも前衛での1を獲得。その後彼は、ゲット・ダウンやクレア・ウー、 ベイビー、ハッピネスなどをはじめ、欧米と日本を中心に1970年代前半に、次々とヒットを連発した。1973年、アイバー・ノベロ賞の最優秀ソングライター賞を含む3部門を受賞。1975年以後ヒットから遠ざかったが、81年には、そよ風に、キスが日本独自ヒットになった。 プロデューサーであったゴードン・ミルズとは家族ぐるみの信仰があったが、その後、音楽的な方向性や、さらにロイヤルティの分配などをめぐって関係が悪化していき、ミルズとの間に決定的な亀裂が生じてしまった。最終的にはオサリバンがミルズを相手取って、訴訟を起こす事態にまで発展してしまう。裁判自体は1984年に、 おさりン側の勝訴という結果となったが、数年にわたる裁判のために音楽活動は停滞。人気にも陰りが見え始め、また、おさりン自身も半ば人間不信に陥ってしまったため、1985年あたりからは、チャンネル諸島のジャージー島という人里と離れた島で、静かに暮らしながらもマイペースに音楽は作り続けていた。総じて1980年代は、 音楽業界から長らく遠ざかっていたが1990年代からは音楽シーンに復帰を果たし自らの反省をモチーフとしたミュージカルのスコアを書くなどの創作活動を続けている。日本にもオサリバンのファンは存在する。また木杉隆尾や久保田俊信のらとは曲をデュエットもしている。彼自身日本には思い入れが 強いようで、日本のアーティストたちとのコラボレーションや数年間隔で来日ツアーを行うなど、彼の仕事は日本絡みのものが多い。1993年発表の唯一のライブ版、及び LD や2005年発売の初のライブ、DVD も日本で記録されたものである。テレビドラマ、映画などに楽曲が使用されることも多く、その都度その時点の契約レコード会社から、 新しいベスト版が発売されているため、コンピレーションの類は、日本国内のみで発売されたものを含め種類が多い。専門的な音楽教育を受けていないために楽譜が読めず、作曲やピアノ演奏は独学である。ゆえに、基本を無視した打楽器的なタッチが特徴である。日本版が発売されなかった一部の曲を除き、日本での発売順に記載。ありがとうございます。